こんばんは、そちらパパです。今回は超ウルトラハイスペック CPU である Core i9-13900H を搭載する超高性能 PC であるにもかかわらず10万円台前半で購入できるコスパ最強のミニ PC を見つけましたので紹介したいと思います。しかもストレージは 2TB もある SSD が搭載されており、メモリは 32GB も搭載していますので、基本性能の全てにおいて最高性能レベルとなっていますので、ぜひハイスペックな PC を安く買いたい人はこの動画でチェックしてみていただければと思います。ところで皆さんはミニ PC ってご存知でしょうか？ミニ PC は見ての通り、このように手のひらに乗ってしまうぐらいのミニサイズのパソコンとなっています。例えばサイズがわかりやすいように、こちらに iPhone15 を置いてみると本当にミニサイズのパソコンであることがわかると思います。そしてミニ PC はこのようなミニサイズでありながら、デスクトップ PC と同じようにメモリや SSD の交換や増設が簡単にできる作りとなっていますので、本当はデスクトップ PC が欲しいけれど置き場所がないので購入できないと考えている人や、そもそも大きめサイズのモニターを使用したいためノート PC の液晶があると逆に邪魔という人などに非常におすすめのパソコンとなっています。またミニ PC を同じレベルの性能のノート PC と比較した場合には、液晶やキーボードが付いていないということもあり、価格については基本的にノート PC より安い価格となっています。そして今回紹介するギーコム NUC ミニ IT13 も例外ではなく、ミニ IT13 は私が知る限り今ミニ PC の中では最高レベルの性能となっているのですが、ギーコムの公式サイトから購入する場合、この動画を見てくれた人のみにお伝えするそちらパパチャンネル専用のクーポンコードを利用していただくと、なんと118,300円で購入することができるというめちゃくちゃお得なパソコンとなっています。ということで今回はこちらのギーコム NUC ミニ IT13 を紹介するためにギーコム様から実況ご提供いただきましたので、こちらを使いながら紹介していきたいと思います。ちなみにギーコムはあまりまだ聞いたことのない人が多いメーカーだと思いますが、ミニ PC の中ではかなり名の知れた世界的メーカーの一つとなっています。そして今年2023年でギーコムは20周年ということもあり、十分に実績のある PC メーカーとなっており、品質も安心できる PC メーカーとなっていますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。そちらパパチャンネルではパソコンの選び方やおすすめパソコンの紹介動画、また Wi-Fi 関連など IT 技術に関連した役立つ情報をジャンルを問わず発信していますので、ぜひチャンネル登録をして他の動画も見に行っていただければと思います。内容物チェック、それでは開封していきたいと思います。まず箱のデザインですが、これはかなりかっこいいですよね。中身にも期待が高まるデザインとなっています。そして内容物としては、左上から順に見ていくとベサマウントの金具、サンキューカード、説明書、本体、電源ケーブル、HDMI ケーブル、ベサマウント用のネジとなっています。電源がでかすぎるのがちょっと気になりますが、この電源は最新の Core i9 の性能を十分に発揮するために 120W 出力の高出力電源となっているため、このサイズでも仕方ないのかもしれません。そして 120W 出力の高出力電源ですが、日本の PSE マークを取得している製品となりますので、安全性についてはきちんと日本のチェックを通っている製品なので安心です。ということで、とりあえずこのようにセッティングしてみました。使用しているのはこちらの動画で紹介しているインテヒルのモバイルモニターと、こちらの動画で紹介しているロジクールのキーボードとなります。どちらも実際に私も使っているおすすめ商品なので、気になる方は後ほど動画の概要欄からこちらの動画もチェックしてみていただければと思います。ということで、実際にミニ PC を使いながらこのマシンの基本性能となる CPU、 メモリ、ストレージの性能を解説しながら実際の性能を検証していきたいと思います。CPU はインテルの最新最高性能の CPU である Core i9-13900H となっています。言うまでもなく Core i9 はインテル社の Core i シリーズの最高性能の CPU となっているのですが、 Core i9-13900H はさらに末尾に H という文字がついていますので、ハイエンドの超高性能 CPU となっています。そして実際に CPU の性能を数値で表すパスマーク値で見てみると、なんと 29,699 もあります。これがどれくらいすごい性能かというと、一般的なノートパソコンの場合パスマーク値が1万程度あれば高性能レベルの CPU となっており、オフィスソフトの利用やネットサーフィンはもちろんのこと、ウェブ会議、動画視聴、そして動画編集でも快適に行えるレベルの CPU となっています。つまりその性能の約3倍もある CPU となっていますので、超高度な作業や複数の負荷のかかる作業を同時に行うことが可能な性能となっています。またこのCPU に内蔵されている GPU は内蔵 GPU としては比較的性能の高い Intel Iris Xe グラフィックスとなっているため、動画や写真の編集は快適に行える性能となっています。また PC ゲームについては Final Fantasy 15 や Street Fighter 6 など高レベルのグラフィック性能が要求されるゲームをプレイできるほどの GPU 性能はさすがにありませんが、 Apex レベルの 3D グラフィックの PC ゲームであれば普通に快適にプレイすることが可能となっています。実際に今お見せしている映像は Apex を Mini IT13 でプレイしている様子ですが、映像が止まったりキー操作が追いつかなかったりということも全くなく、終始快適にプレイすることができています。
さらに2画面にして Apex をプレイしながら画面キャプチャーを行いながら YouTube を見るということも行ってみましたが、これについても全く問題ありませんでした。ということで Core i9-13900H はある程度 CPU、GPU の処理性能を要求される Apex のようなオンライン PC ゲームであっても余裕でプレイできるほどのかなり高い性能の CPU となっていることが確認できました。メモリ、高い CPU の性能を十分に発揮するためには CPU 性能に合ったメモリ容量が必要となってきますが、この PC はメモリを 32GB も搭載していますので Core i9 の性能を十分に発揮することが可能です。特に複数画面に拡張して同時に複数の作業を行う場合にはメモリ容量が必要となってきますが、4画面に拡張して作業を行っても問題なく快適に動作することが可能となっています。また最大 64GB までメモリを増やすことができるため、将来的にもっとメモリが必要となった場合でも簡単にメモリを増やすことが可能です。ストレージ、ストレージについてはなんと 2TB もある SSD を初めから搭載しています。これがどれくらいすごい容量かというと、例えば私が一つ前に公開したこちらの動画は20分の動画となっていますが、その容量は 1.1GB となっていますので、この20分の動画ファイルを1861本も保存できる計算となります。そのためクリエイターの方でもこれだけの保存領域があればかなり使いやすいと思います。またゲームをしたい人の場合でも、例えば Apex で必要な容量は 100GB 程度なのでゲームを数本入れてもまだ余裕のある容量となっています。さらに SATA の SSD スロットで最大 1TB 増やすことができますし、さらに SATA の HDD スロットで最大 2TB まで拡張できますので、拡張性も十分なものとなっています。ということで CPU、メモリ、ストレージについては十分すぎるレベルの内容となっていることを見ていただけたのではないかと思います。豊富なインターフェース、次にミニ PC の特徴の一つである豊富なインターフェースについてを紹介していきたいと思います。先ほど4画面にして使用できるということを少しお見せしましたが、まず注目すべきは映像出力端子の豊富さです。映像出力端子としては HDMI 端子が2つ、さらに映像出力も可能な Type-C の USB4 の端子が2つありますので、このように最大4画面に映像出力することが可能です。そのためハイスペックな CPU と大容量のメモリを搭載していることを活かして、それぞれの画面で別々の処理を同時に行うことができます。また通常の USB 端子についても豊富で、 USB3.2 Gen 2ポートが3個、 USB2.0 ポートが1個ありますので、マウスや外付け SSD、スピーカー、マイクなどたくさんの周辺機器をつけることが可能です。さらにフルサイズの SD カードリーダーがありますので、必要なインターフェースは全て揃っていると言えます。高性能なネットワーク、最近のノート PC は有線 LAN 端子がついていないものが多いため、有線 LAN 端子がついているのは人によっては嬉しいポイントとなると思います。しかもその端子は 2.5GBPS に対応したものとなっていますので、一般的なパソコンに搭載されている LAN 端子に比べると 2.5 倍の速度で通信を行うことが可能です。ちなみに有線 LAN を使う場合はこちらの動画も参考にしていただければと思います。また Wi-Fi 接続の場合も最新の Wi-Fi 規格である Wi-Fi6E に対応していますので、 Wi-Fi 接続で使用する場合も有線接続と変わらないレベルの超高速で安定した通信を行うことが可能です。 Wi-Fi6E とそれに対応したルーターの紹介をこちらの動画で行っていますので、参考にしていただければと思います。ノートパソコンとの価格比較例では、最後にノートパソコンと比較した場合にどれくらい安いのかの一例をお見せしようと思います。例えばこちらのノートパソコンは、私が持ち運び用ノートパソコンとして超おすすめしている富士通の Lifebook W2H1 というパソコンで、こちらの動画でも紹介しているパソコンとなりますが、一例としてこのパソコンで CPU、メモリ、ストレージをなるべく近いレベルに合わせて価格を比較してみたいと思います。まずミニ IT13 は OS が Windows Pro なので、こちらを選択します。次に CPU、 メモリについては選択できる中で一番上位となる Core i7-13500U メモリ 32GB を選択します。さらにストレージについては 2TB の SSD を選択すると278,500円となり、これをカートに入れた後に私の動画内で紹介しているクーポンを3つ適用すると合計36,550円の値引きがされますので、最終価格は247,845円となります。それに対しミニ IT13 であればその半額以下の118,300円で買えますので、価格に関しては圧倒的にミニ IT13 の方が安く買うことができます。しかも CPU の性能はミニ IT13 の Core i9 は W2H1 が搭載している Core i7 の約2倍も性能が高い CPU となっていますので、パソコンの基本性能である CPU、 メモリ、ストレージの性能で見た場合のコスパとしては圧倒的にミニ IT13 の方が上となっています。ということでミニ IT13 はコスパとしてはノートパソコンに比べると圧倒的に良いものとなっており、またノートパソコンのように場所を取らずに使えるにもかかわらず、デスクトップパソコンのようにメモリ、ストレージを交換できてインターフェースも豊富にあるというメリットがありますので、ぜひこのミニ IT13 が良いと思った人は動画の概要欄にあるリンクから購入していただければと思います。また購入時にクーポン番号フチャローパパ IT13 を入力していただくと、現時点の価格で割引後価格 118,300円で購入できますので、ぜひこちらのクーポン番号が有効
有効なうちに購入することをお勧めします。今回の動画いかがだったでしょうか。もしこの動画が役に立った、面白かったという人はグッドボタン、チャンネル登録をしていただけると非常に嬉しいので、ぜひ最後にポチッとお願いします。それではまたお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。